様です。お疲れ様です。今週のお得満足度を発表します。個人動員3位木下ゆうり、2位月野もあ、1位かぶとみさん、3位ありがとうございます。生誕祭以外の時に3位以内に入れたのが初めてなのでとても嬉しく思います。遠征とかもあってとても楽しかったです。皆さんありがとうございました。先週もたくさん会いに来てくれてありがとうございました。2位とても嬉しいです。ミシャの生誕祭があったりと甘がみんなで盛り上げられた1週間かなと思います。今週もいっぱい会いに来てください。ありがとうございました。今週はいよいよ生誕祭、あ、違う、間違えた先週はいよいよ生誕祭がありまして、もうやだ、ついに生誕祭がありまして、すごいもうオレンジのねサイリウムいっぱいの景色で本当に幸せでした。もうありがとうございました。本当にもうミスは今日目半分くらいしかいってない。もうただいまの月間ランキングはこんな感じになっています。さて先週は何がありましたか。火曜日にライブバスに乗ってライブして回りました。原宿とね、チーターと秋葉、渋谷、原宿の3店舗を回りました。3店舗じゃないです、3カ所です。3カ所、3カ所店舗じゃありません。すごかったの、スクランブル交差点とかいろんな人が見てくれて、写真をね。そうなんです、仮面女子ってエゴサしたらもうたくさん写真とか動画とかみんな載せてくれてありがとうございました。4月8日立川あるあるにて、ラーメンの儀が行われました。そしてアレアガールズにこの4人が加入いたしまして、私がセンターを務めさせていただくことになりました。アレアガールズも仮面女子高生も頑張っていきます。よろしくお願いします。お願いします。4月14日日曜日にはアマガと10番でモーターファンフェストに行ってきました。もうすごくね、ドリフトっていうんですか、もう角度とか煙とかもすごくて、もう完璧でしたね、やっぱり。楽しかったです。なんといってもね、8階公演でオレンジデイズ公演でした。イブガールズは14曲やりました。対決もしました。そんな感じで楽しかった。せーの、さっちゃんお誕生日おめでとう。ありがとう。プリンセス。あれ、ごめん、拾えなかった。拾えなかった。プリンセス、食べていいよ。食べていいの？食べるものが。かわいいケーキ、見てください。いちごいっぱい。さっちゃんのわがままが詰め込まれた。何何そのとき怖いの？怖い怖い。あ、そういうこと。食べがけやから。食べてるんですよ、これ誰かが。じゃあね、候補生かな。食べたいはずのリピョン。食べたいよ。声大丈夫か？じゃあ行きます。はい。食べられた。失敗。もう一回とかもう一回。楽しんでるやん。ごめんね、なんか。ごめん、大丈夫。うん、大丈夫です。せーの、ウエストおたまスタート。さっくり。さっちゃんおめでとう。おめでとう。今週のウエストオタク満足度を発表します。第3位、ウエスタオ。ありがとうございます。第2位、星目ありで。第1位、ミネサツキ。ありがとうございます。今週も仮面女子シアターで1週間楽しく公演できて、今日はラブリーの生誕祭もあって、すごい楽しい1日になりました。
皆さん来週もよろしくお願いします。ラブリーラブリ ー, おー、あーありがとう。今週はシアター公演が少なかったんですけど、どの日もたくさんのファンの人が遊びに来てくれて、そして週末にはさっちゃんの生誕祭があって、とっても楽しい1週間でした。ありがとう。に4月14日は私の20歳の生誕祭でした。たくさんの方が会いに来てくださって、1位という素敵な順位いただけですごい嬉しいです。20代も頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。1位ありがとう。ハッピーマネー。はい、4月の20日に私星宮リリの卒業式があります。みんな来てね、待ってるよ。ありがとう。早っ。はい、4月の21日日曜日に私望月優乃と鶴木琴音のイースターガールズへの加入式があります。イエーイ。ぜひ遊びに来てください。来てください。待ってます。土曜日、15時から15時から。